たらまたそうそうそう、こっちやったら例えばですよ、こっちやったら左足ってやっていけば、はい、でパーン、こっち来たらそう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 、でストレッチ、であとは例えばこう来たら回っていくっていうのを覚えてます。でストレッチ、はい、こっちやったら左足入った方ですね、サイド、うんと左足からこう、うんとね、こう斜め、斜めに入って、はい、斜めに入っていくと、こう、ジャブでもいいし、ストレートでもいいし、こういって、後ろの足でパッとジャブ、打ちやすくないですね、このカッコね、ここで、はい、意識してもらって、こういって、はい、ジャブって感じ、はい、もう一回、トーン、トーン、そうそう、で、バランス崩したらストレートって打てるので、ね、なんで、しっかりジャブ打つ、でくぐりながら行って、はい、はい、そういう形で繋げれるじゃないですか、それが一応その入り方というかこういう形で、はい、はい、ストレート倒したら繋がるんで、さっきアドリブでやったけどできてるわけだから、はい、なんで、はい、はい、来た、はい、じゃあ、はい、ストレート、はい、ストレート、こうやっていくじゃないですか、かっこよくても、そういう風になってきてるもんね、だんだんその自分の中で、あ、こんな感じやって、こっちの方が楽に動けるんやって、もう分かってるもんね、はい、言わなくても、はい、なんで、ジャブ打つ、はい、こう来たら、離す、ジャブ、ストレート、はい、おー、ストレートにして、で、待って、はい、で、今日ったら、あ、はい、あ、って感じで、全然何も言わなくても、こうやってやれるんで、今なんでこうやってやれるのって、その体の動かし方はもう慣れてるもんね。あ、でも多分普通の視覚者が見たら、すごいコンビネーションやってるやなって見えるんで、あ、なんかやってるんやみたいな、これ打ち合わせしてるかなって思うけど、別にアドリブじゃないですか。何も言ってないんで、だからそれをちゃんとこうジャブ打って、回って、はい、ジャブ、はい、ストレートをかわして、ストレートをフック、ストレート、はい、ストレートをフック、ストレートって感じで、今みたいな感じで流れる。でもあんま疲れないじゃないですか、その体の動かし方こうリズムでやってるもんで、疲れないですよ、こうなんか力任せにやるとそれも疲れる、なんでリラックスしてるもんね、それはそれで、なんでジャブ今度は違うことでこっち行ったらストレート、フック、ストレート、でもそう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 っていうのがもう何も言わなくてもなんか流れて受けてくれるし、やってる方もなんか洗脳されてるもんね。そうそういい感じでいい感じで、はい、ジャブこう来た、はい、ダブル、そう、で、そう間違えてる、そう間違えてる、そう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 、そ